はい、ラムソンガチェズヒコです。それでは今回なんですけども、D 払いで使える D ポイントが、セブン銀行 ATM で最大980ポイント貯まるキャンペーンということで、今回は D ポイントに関するキャンペーンがありましたので、そちらについてお伝えしていこうと思います。それでは早速こちら、期間限定、毎日必ず D ポイントがもらえる、初回漏れなく50ポイントプレゼント、最大980ポイントのチャンスというキャンペーンですね。以前にもペイペイであったキャンペーンにちょっと似てるかもしれないです。 で、このキャンペーンについてなんですけども、毎日必ずもらえる対象のセブン銀行 ATM にチェックインしてポイントをゲットしよう。毎日スタンプを集めるとポイント数アップということですね。参加方法はこちらですね。順番に上から見ていくと、まず1番の対象のセブン銀行 ATM の前に行き、ATM ディスプレイ上の QR コードを読み取ってキャンペーンページにまずアクセスすると。そして次の2番、スマートフォンの位置情報を使ってチェックイン。 そして三番、チェックインするたびにスタンプがたまり毎回ポイントがもらえる。1日1回限定。そして丸四番、毎日行けば行くほどポイント数アップ。期間内に毎日コンプリートすると合計980ポイントということになっています。そしてこのキャンペーンの期間とポイントに関してなんですけども、まず上の期間の部分見てほしいんですが、今回は第1弾と第2弾がありまして、まず第1弾は9月の1日から9月の15日で、すでにもう始まってます。 そして第2弾は9月の16から9月の30日までと大きく分けて2回開催されるということですね。そしてもらえるポイント数はこんな感じですね。1回目と2回目、あと4回目以降もそれぞれもらえるポイントが違うので、まあこれに関してはもうコツコツやり続ける必要がありますね。でまあ詳細に関してはキャンペーンのリンクから確認してみてください。ちなみにここには書いてないんですけども、ポイントの新定時期は10月の25で、もらえるポイントは D ポイントの期間用途限定。そしてもらえる上限に関しては980 ポイントとなっていますそしてここまでお伝えして気になる対象のセブン銀行 ATM なんですけどもこちらでですね東京、神奈川、千葉、愛知、静岡、大阪府、京都府、兵庫、 福岡となっています。なので、かなり場所が今回限られてくるんですよね。例えば、福岡県でしたら、マリノワシティとか、ユメタウン博多、福岡パルコ、キャナルシティなど、まあ、比較的福岡市内の方が多い印象かなと思います。これはもう福岡の場合ですね。今回のキャンペーンの注意点なんですけども、二つありまして、まず一つ目の位置情報をオンにするということで、まあ、これはそのセブン銀行 ATM にチェックインするときに、位置情報がオンになってないとうまく認識されないみたいなので、まあ、必ず位置情報をオンにしてください。 そして、二つ目の場所を確認するということで、先ほどお伝えした対象の ATM でしかこのキャンペーンに参加することはできないので、必ずキャンペーンのページで ATM が近くにあるかを事前にチェックしてください。以上のこの2点に注意が必要となっています。そんなこんなで今回は D ポイントがセブン銀行 ATM にチェックインして最大980ポイントがもらえるキャンペーンの紹介でした。まあ、このキャンペーンはどちらかというと、まあ、1日1回できるので、学校や会社に行く際の通勤・通学もしくは、ご自身が住んでいる近所に対象のセブン銀行 ATM があれば何かのついでにまあキャンペーンに参加するぐらいがちょうどいいかなと思います、まあ、下の概要欄に公式リンクも貼っておきますので気になる方はチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました